ウロココウメは、哺乳コウに分類されるメ。原生種では、セン山ンウカのみで本メを構成する。以前は、ユーロコメとされることもあった。アフリカ大陸、アジア王ン山ンウは、東道町75から85センチメートル、おなが65から80センチメートル、体重25から33キログラム。長センザン山ウが、体長30から35センチメートル。 お長55から65センチメートル、体重1.2から2.0キログラム。お長が沈残や木登り沈残光は、物に巻きつけることができる長い尾を持ち、お長が沈残の、OC は46から47個で、哺乳光の中では、最も多い。全身は、覆面と四肢の内側を除いて、角質の鱗で覆われる。木目へ。 フォロドタは古代ギリシャ語のフィリスやフェリドズに由来し、鱗のい。頭部は円錐状で、頭骨は単純な形状をしている。磁界は退化しているか、消失している。歯や咀嚼するための筋肉はなく、角質の胃で獲物をすりつぶす。形態や植生から、古くは、品羽目に含まれていた。体の構造が異なるため別の目として、独立させられた。 従来の化石研究では、食肉目に最も近い動物群であることが知られていたが、近年の遺伝子研究に基づく新しい系統モデルでも、4つの大グループのうち、ローラッシャ獣類の一つとして、食肉目、木、ひずめメなどの禁煙グループとされている。多数の絶滅群を含む、キモレステス目内のユーロコア目、ウロココア目とされることもある。 アフリカ大陸に分布する種をアフリカ仙山皇族ファタギーナスに分類する説もあった。一方で原生種と化石種一種の頭蓋の比較から、それらは全体として単形統群だが、アフリカ仙山皇族ファタギーナスは偽形統群であるとして仙山皇族の死のニムとする説もある。以下の分類、英名はシュリッター2005に従う。 和名は、川田らに従う。潜山効果の化石記録は、死神予中期から、後神予まで、断続的に発見されており、その大半がヨーロッパからのものである。原生のものと同族の化石は、アジアとアフリカの中心予行期及び先進予前期、以降のものが知られている。化石種も含めた、海分類は、必ずしも定説を見ていないが、 浅山港海外の絶滅家としては、いずれも、シシンヨの北米に生息していたエピコテリウム科、パトリオマニス科、メタケーロミス科などが提唱されている。森林やサバンナなどに生息する。オナガ浅山港や木登り浅山港は、樹上性夜行性だが、木登り浅山港は、昼間に活動することもある。俗名、マニスは、ラテン語で、 資料、お化けの意があるメニーズに由来し、夜間に活動することに由来する。昼間は地下に掘った巣穴や岩の隙間、樹洞などで休む。地表生の種は、前肢の爪を内側へ丸め込み、前肢の甲の外側を設置して移動する。王子点にして立ち上がったり、甲子を使って素早く移動することもある。アリや白アリを食べる。主に一回に一頭の幼獣を産む。 食用とされたり、鱗が、薬用や、魔ヨけなどになると信じられていることもある。1995年に、千山皇族単位で、ワシントン条約付属書通に掲載され、2000年には、インド千山皇、パラワン千山皇、マレー千山皇、ミミ千山皇の輸出割り当てが例とされ、2017年には、千山皇族単位で、 ワシントン条約付属書2に掲載されているものの、全種が種谷で、ワシントン条約付属書 i に掲載された。中国では、千山港を五位などと表記し、古くは魚の一種だと考えられていた。理事珍の本草項目にも記載があり、鱗は漢方薬、美薬の材料として珍調されている。実際には、千山港の鱗は、 人間の毛や爪と同じケラチン質が主成分であり、古来より語られているような薬効はないことが医学的に確認されているにもかかわらず、2000年代に入ってもなお、中国などへ向けた密輸品が摘発されている。インドでは、鱗がリウマチに効くお守りとして用いられているほか、中国やアフリカでは、千山港の肉を食用、鱗を魔除けとして用いることもある。 ベトナムでは、ジャライ族が民族楽器国の素材として用いる。革が比較製品の材料に使われることもあるが、ほとんど流通していない希少品として価値をつけられている。ありがとうございます。